また来ちゃったな。うん、新宿で楽しむ。ちょっと寝ようかな。グランピングホテル。これ帰るぞ。あ？ゼロちゃん。怖い怖い。ありがとう。どう。こんばんは。あれも衣服で剥がされてる。嘘。あれここ来たな。ここうまかった？ここいいや。嘘。どこだったっけ？この辺だよ。ちょっとみんなエキストラちょうだい。エキストラで1位になれないか。なれるじゃん。5000ポイントだから。エキストラで。あ、ありがとうございます。1位になれそう、三脚忘れちゃった。ナイスしたよ。ナイスないです、この枠。嘘やめてください。ナイスボタンないんで、今から養分に押してあげてください。全力ナイスを。なんかね、毎日ありがとう。どっ、こっちだな。ありがとうございます。またイベントエキストラだけもらおうかなと思って、今月マンスリー1位になるんで行ってみたいわ俺。マンスリー1位になるんで、今月1位になるんでね。アムシに負けたけどやり返すんで。あ、1位になった。ありがとうございます。やったやった、ありがとうね。メガホンください、皆さん。ちょっとタバコ買っとかないと。養分枠に切り替えるんで、ちょっとありったけのメガホンください。飲み物は？買ってきてあげる。買ってきてくれる？タバコある？タバコある。じゃああ、フルーツティー。フルーツティー？うん、あとはフルーツティーだけでいい。ありがとうございます。コロナミン C いらない？いらない。大丈夫？うん、後から飲むわ。いらない。あ、ありがとう、メガホン。100個以上くれたらフォローするんで。フォローされてない人いる？したら教えて。あ、メガホン。養分聞くよ。お互い結構ね、気使うから一緒にいて楽だよ。携帯バグっちゃった。あ、メガホンあります。200個、ありがとうね、特命さん。ちょっと足りないの？じゃあ特別に何個あるの？昨日まで300万ポイントあったけど、今150万ポイントじゃない？いや、マジでメガホン欲しい。あ、35個も嬉しい、ありがとう。メガホンください。メガホン小じきなんで。あ、91個でもいいよ、フォローするよ。あ、100個ありがとうございます、ありがとう。
140個すごい。いいんですか。ありがとうございます。わあすごいわ、メガホン、メガホン行くぞ。あ、999個来た。コメディドラマもありがとう。999個、激アツ、やばいやばい。70個、ありがとう。5倍、100個投げてると思う。フォローしとくね。あ、今から養分枠切り替えるんで、ナイスしてね、みんな。養分に砂も投げてくれたから、ありがとうございます。300個、100個ありがとう。いいじゃんいいじゃん、すげえ順調。養分から投げた、ありがとう。遅いな、どうした、遅い。フルーツティーが分かんないのかな。999号来た、ありがとうございます。しかも306号、いやー嬉しい。これで配信切ったら、この枠どれぐらい溜まってるんだ。2万個飛んでるわ。 OK、 うん、ありがとう。うん、フォローしてもらえない、投げたのに。はい、フォローしたよ。私も投げたのにフォローするね。マイメロが多いな、うん、なんかロリ系が多いね。 ああいうやつらが変更してんだよ。変更してんのか、うん、みんな変更して稼いでんだよ。いくらで、あんなの、まあ、6500円だよ。6500円でやれる、やれるよ、あんなの。もう彼女いらないわ俺。6500円で買え、うん、そうやって1ヶ月6500だろ、うん、3×50×36 で19万5000円。3日に1遍で19万5000円で毎日一番女になってやった。もう歌舞伎町に暮らすわ、ホテルで。1万個6500円、そう、うん、1日3万個使っても、3万個使ってもなあ。俺も歌舞伎町でいいわ、彼女いらない、こんなめんどくさいし。あれ俺らここ、こないだ泊まった。もう女飼いながら生きてくわ。そしたら配信支障出ないし。どうするわ、手洗いちゃうよ。フォローしてよ。メガホン投げたの、投げてないでしょ。え、お前携帯なってるぞ。どうも誰、どこの女が撮っちゃうのか。ちょっと怖い怖い。誰、見ないで。誰、お母さん。俺でお母さん出ちゃダメ。またたかってるよ。お母さん、たかられてる。コウヘイ、元気？お母さん、最近お金ないからさ。てか、そんな、少しだけ、そんな言い方しないよ。そんな言い方しないよ、うちの母ちゃん。コウヘイ、おかず買うお金がないの。え、そう。あの、肉は全然食べてないんだけど、うん、たまにはおじいちゃんにお肉を食べさせてあげたいとか、そういう言い方だよ。え、お母さんね。そんなね、甘ったるい言い方して。お母さん別に好きじゃないだろ。好きじゃないよ。だって、配信ネタで見つけてた。うん。ちょっと。情報なんもないやろ。
うん、まあ育ててもらってないからね。え、キリナ？いやまあ親は親だとか言うけど、うん、お前の親はお前の父ちゃんだけだよ。01フォローしてよ。しあ、さっきしました。ラブだよ、ありがとう。よ、枠準備してね。枠これお前のこれだよ、フルーツティー。 ありがとうございます。買ってもらいました。いただきます。フルーツティー、すいません、ありがとうございます。なんかベッド離れてるな。いいじゃん、なんでくっつけるの。ちょっとやめてよ。だって寂しいじゃん。これちょっと異常だよ、この人。こんなくっつける人いる、ベッドを。寂しい、うん、寂しい。いびき大丈夫なの？ついたって、これ勝手にいいの、くっつけて。いいよ、離れてたのに。寂しいから。寂しいの、うん、離れたくない。離れたくない。どうしたの。寂しくて。寂しくて、恋しくて。これ使う、ついでに。ん、使う、いらん、高すぎる。使っていいよ。使っていいんやで。今日は合体しちゃうかもしれん。今日69しちゃうかもしれん。ちょっと身長差あるけど。そしたら俺上乗らないとね。上届くかな。届く？届かなくて全然。よくそこ違うよって。気持ち悪いな。で、へそ汚れてるし、ね、へそ舐めてるかもしれない。へそ掃除してもらおうかな。すごい鬼でんだわ。そんなやばいの、そんな親縁切れって。えいらねえだろ。なあ、留守電入ってなあ。お母さん、ちょっと聞きたいことがあるから電話くれるかな。お母さん、ちょっと聞きたいことがあるから電話くれるかな。で、お金貸してって言うんかな。で、俺これ以上嫌いになりたくないんだよ。で、留守電がいっぱい溜まってる。こういう一回電話してみろよ。で、あれだったら俺言うわ。いや、いい、もうちょっと配信のネタにもうしたくない。親はな、もう親はいや、バックつけて、もうな、配信銭ばっかたかる親なんかいらねえだろ。いや、もう配信ネタ俺がはっきり言ってやるわ。お母さんはネタにできない、もう。お母さんってお母さんじゃねえよ、そんなの。いらねえよ。そうだよ、金の時ばっか連絡するよ。いや行くか。芸人の時だけしか連絡してねえやつ。クソだろ、クソ。そろそろいい？配信してもらってやることやろうぜ。俺はもうやることやったんだ。やることやろう。何？やばい。何？これ読んで。アーヤンの顔が膨らんで爆発しました。あの、ネタにしないでくれる。うちのリスナーをさ。いや、頭爆発したで聞いたからびっくりした。いやおかしいでしょ。ごめんなさい。もうやめてよ、ほんと良くないから。爆発して、俺今と驚いてしまった。250個、ありがとうございます。そんなフォローしてほしい、嬉しいのかな。両分フォロワー1人だけじゃん、うん、謎の1人だよね。でも亡くなったリスナーさんだよ。あ、そうなんだ。寂しいだろ。あ、俺は福
深い。100万だろうが1000万だろうが課金してもらってもフォロワーはフォロワー増やさない。すごい深い話だね。俺は忘れないよって。うん、特別にねしてるんだね。嬉しいね。うん、あの僕はね、あのメガホンさえくれれば簡単にするんで100個以上くれたら簡単にフォローしちゃうんで、どんどん投げてくださいね。はい、僕のフォローは安いもんなんで。いいっすか皆さん、ちょろいんでね、お願いします。で、配信やってもらっていいですか、ヨウダさん。そろそろ、あ、99個はちょっと、ありがとうございます。お母さん気になるね。まあ、配信外で聞くよ、配信外で。あ、ありがとうございます。あ、戻してる。なんで録音残すんだろうな。ん、録音。うん、いや、僕は昔の人だから、まあちょっと電話してみるよ、配信切って。どうせ金貸してだよ。だと思うよ。うん、で俺はこれ以上嫌いになりたくないんだよ。好きだって。好きでもないんだから、嫌いになったらいいや。いやちょっと嫌いにはなれないけど、すぐに。なんで育ててもらわってないのに、うん、お母さん感覚なの。いや一応腹から出てきたから。いやだって育ててもらってないのにお母さん思わなくてよくない。そう、 ありがとう。世話になってないんだから。うん、まあ、親は親かなと思ってさ。いや、親は親ではないから。ほんと、うん、お前の親は、うん、なゼロ父だけだよ。ゼロパパだけ。お前のお父さん名前なんて言うの。ユージ。ユージ、ユージって名前だったの。うん、なあ、みんなにゆうちゃん、ゆうちゃん言われてた。ゆうちだけでいいんだよ。うん、サウザーのような男だ。ありがとうね。ナイス、1300だったから1800ぐらいいかないか、一気にな。いらっしゃい。あ、いらっしゃい。つか昨日リスナーさんにお金貸してくれって LINE で相談されて、ゼロワンにしか言えないって言うから、養分に相談したら養分にも全く同じ内容が来てた。すごい考えたんだよ。返信した。リスナーさんとお金の貸し借りやってないんで、最近ちょっと多いんで連絡がやめて。で、内容が、あの、6500円って書いてある。前にも来てたんだ。で、1日に必ず返すからっていう内容だ。だから、本物さんさ、あいつも投げてくれるだよ、お前。だから、俺も知ってる名前だから、もう買ってもいいけどね。なんなんだろうね。別に俺ね、お金の貸し借りはもうやめようと思ってさ。うん、しちゃったことあるけど、うん、なんでかっつったら本当に関係が壊れるんだよね。お金返さないんだよね、お金貸しも。で結局疎遠になるじゃん、お互い気まずくなるから、うんうん、だから絶対貸さない方がいいよ。うん、それがうまく人付き合いをやっていくコツ、うん、俺は学習しよう。本当にどんだけ2年3年ね関わりある人でも、お金貸したらパッていなくなる。当日返すなら大丈夫、返すぐらいなら。まあそんなんだったらいいけどな、うん、まともな人だ。ハーカーコンボン学会、最近多いわ金貸してが。貸さないけど。あとイベントを応援しても多い、助けてください。あ、俺イベント応援系は絶対やらん、うん、DM とかで助けてください。ありがたら全員ブロック入れるな。で、こういう配信応援してるんですけど、俺毎日少女漫画のタイトル送られてくる。今も溜まってるじゃん。どこだろう。
最新のイベント応援してくださいって俺が応援するわけじゃないからリスナーが応援するのにそんなことをどうしようもできないじゃんね。リスナーが好きで応援するのさ無理じゃん。俺が応援してあげてって言ったって投げたくない人に投げないぞ。そんな無料なんか流したって虚しくなるだけだよ。5分もしたらまたいなくなってね。さっきお前に電話来てたのこれじゃね。うん、あ、そう俺にも来てる。養分に今から家行くねとか言って俺には今電話してきて前は家に来てもいいよってで今度養分には今から家行くねストーカーかな。男でしょ。ん男でしょ。男かな。いや前だけが女の気してるじゃん。いるんだよ。あの男の名前で実はそれ息子の名前とか結構いるよ。あの婦人部の人でいやいるよ。息子の名前つけてる人いないサムネに。俺なんていつも入ってて誰か抜いてよとかつってたら、うん、ねえ養分くんってたまってニューハーフだった。今度その後に私じゃダメかなみたいなのあの3通ぐらいに分けてまた何日もこう来てて、うん、あまりにも怖くなったからもうブロック入れちゃった。いつも返事返してない、うん、俺のあるあるは顔を別に見してっても言ってないのに、うん、LINE とか DM で向こうから顔送ってくるパターンは、うん、大抵ちょっとあの可愛くない。そんな顔写真送ってくる子いるの、うん、うちそんなんないな。勝手に送ってくるんだけど明らかにちょっとおかしいんで。だって男でもそうでしょ。最近は LINE 許可来なくなったね。俺返事遅いからね。ああ2週間後とかになる。男リスナーでもいろんな女配信者には DM 送りまくってるって絶対モテないよ。まあ、いっぱい送ってるじゃん。俺は送らないっすよ。でもマメな方だと思う俺は。あの、うん、気づいたらすぐ既読つけて返すタイプ俺はね、うん、忙しい時はあれだけど俺結構マメかもしれん。で、あの LINE のあの溜まってるのが嫌でもう溜まってると気になっちゃうからあのスタンプとかなんかも全部俺 LINE ちゃんと読んでもう溜まらないようにしてる俺。 5月4日から返してないわ。それが何日 ?25、うん、だから3週間、うん、いやそれがちょっと嫌かな。返したいとかじゃなくて溜まるのが嫌だ。3週間前ぐらいのからは溜まってるよね。ポッ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 、うん、こういう、まあ、雑談とも思ってないけど普通にいるだけ。俺は多かった。返しやってもらっていいですか嫁さん。よし疲れたな。ちょっと疲れてるんで、ナイス押そう。うん、また大阪帰ったら孤独だから。マンス1位になったことある ?1 回になった。あと100万切るやん。みんなありがとうね。メガホンだけで。うちのリスナーメガホン貯めてるの投げてんじゃねえこれ。両分リスナーも投げちゃってる。両分リスナーは貯めといてあげて、うん。昨日だけで100万ポイントいってるから、メガホン。で今日も結構いってんじゃない。配信者の生体験ありがとうございます。あ、じゃあ終わるね。エキストラとねメガホン投げてお疲れ様でした。ありがとうございました。養分枠でテロリストはナイスをしてね。あ、いた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 、うん、俺といてもナイス増えないじゃん。あれ10逆だけ。うわありがとう。タラバガニまたねー。